ザ・ホー・オンティング・オブ・ブライマナーは2020年に配信されたアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。ドラマ、ザ・ホー・オンティング・オブ・ヒルハウスの続編にあたる作品で世話係として古い館に移り住んだ女性谷の旋律の体験を描く。原作、制作はマイク・フラナガン、出演はビクトリア、ペドレティ、オリバー・ジャクソン公演、アメリアイブなど。 2020年10月9日に、ネットフリックスオリジナル作品として、全世界へ配信された。アメリカ人で教師のダニは、両親を亡くした二人の子供フローラとマイルズの、世話係として、ロンドンの古い館に移り住む。希望と不安を無念に新生活を始めるが、やがて戦慄の事態に巻き込まれていく。ザ・ホーンティング・オブ・ブライ・マナーのキャスト。上段左からオリバー・ジャクソン公演。 ラフル氷。各シーズン前は一斉配信意図良きところ教え子を見る二つの顔全編過去のいきつ死者の最乱に賑やかな街角二つの変わる恋の物語ジャングルの獣2019年2月21日、ネットフリックスは本作の制作を発表した。撮影は2019年9月30日に始まり、2020年2月21日に終了した。 本作は批評家から好意的な評価を受けている。批評集積サイトの6点トマト図には58件のレビューがあり、批評家支持率は88%、平均点は10点満点で7.4点,点となっている。また、メトクリティックには11件のレビューがあり、過重平均値は65、100となっている。ありがとうございます。